おかゆちゃんは何やってんのあんたは。僕は、ね、おにぎり屋で働いてました。おにぎり屋で、はい、どこのおにぎり屋。ほら見てください、ついてますよ。ばあちゃんです。自分のばあちゃんのおにぎり屋です。自分のばあちゃんのおにぎり屋。ばあちゃんがおにぎり屋やってんの。はい、やってます。そのばあちゃんのおにぎりは何が一番人気だったの。小峠さんは何の具が好きですか。俺何が好きなんだろうね。鮭とかじゃない。じゃあ鮭です。なんだよそれ。めちゃくちゃクールじゃねえかよ。あんたおかゆっていう割にはど真ん中におにぎりあるよねって言われない。でも小峠先生も生まれた時から名前決まってたでしょ。生まれた時から、ああまあ決まってたね、小峠英二って。例えば三角って名前でも丸かったでしょ。そういうことだと思うんだよね。いや、そういうことじゃないですね。どっちにしろ米が好きってことね、あなたね。硬いか柔らかいかってことね。そうそうって今もうこいつめんどくせえなって思って、もう話この話終わらせようの。そうだろ今の。わかるよ、この年になったらめんどくさがってんじゃないよ。いや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 、ね、